はい、ジェン君。はい。はい、ポンちゃんもおいで。おいでおいで。ポンちゃん。はい。どうぞ。はいはい。はい。すごい高い声が出るようになったね。ポンちゃん。はい。ポンちゃんの、なーっていう声じゃなくなっちゃったよ。ポンちゃん。あ、この間そういえばね、ポンちゃん結構喋ってたんだ。あのね。結構喋るよね、ポンちゃんね。トイレにジャン君ついてくるでしょ、うん、そしてその後追いかけてきてなんか文句言ってんのなんか私のなんとかとかだからさみたいなこちゃ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 っていう喋り方してるはい、さて今日は一日雨のようです。あ、結構な降りだな。そうだね。雨模様ですので仕事もなんとか、週末に一段落というか目処はつけました。苦手分野のちょっと部分でした。プログラムに関わるようなところの、部分でしたがなんとかクリアできたので細かいところの修正を残して、ほっとしています。でちょっとお出かけをこれからちょっと考えなきゃいけないね。実はまだ会社の住所が、きちんとですね、神奈川県にしていません。これはいろいろ大人の難しい問題でですね、まあまあお金がかかるので、ここまで引っ張ってしまいましたが、やりに行かなきゃ。まずは問い合わせしなきゃ。じゃんけん。政府の給付金を当てにしてですね、地元のお店に還元したいということで、このカメラのレンズですね、望遠のレンズを、買おうと思っていたんですが、給付金が出始めたからなのか値段が上がっちゃってます。おおよそいくらぐらい上がったかな。5000円近く上がっちゃったかな。そうね。あらまあ、というとこですね。ちょっと悩ましいところです。同じものがですね、以前、Amazon の方では、2万円ちょっとだったな。2万5000円だとして、近所では3万7000円ぐらい。という形でだいぶ値段違うけどいやと思っていましたが考えようかな。安いところで、地元じゃないところで買うというのはまあ、もう最初に決めた趣旨と変わっちゃいますんで買うのを控えるという形。これね、買うの控えると意味もないんだよね。悩ましい。それでも買うのか。ちょっと奥様と母と母は関係ないか。相談するかな。普通で考えたらアマゾンで買ったら2万円くらい安いんですよ今ね。苦しい。いいじゃん。それ、はいはい。はい。はいはいはい。はいで。はいはい。はいで。はいで。
はい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 、はい、はい、ポンちゃん、はい、じゃあこっちまでおいで、はい、おいで、うん、どうした、来ないかい、じゃんくん、ジャン君、よいしょ、ちゃん、よいしょ、じゃあこれにしますか、はい、で、いいの？ポンちゃんも、ポンちゃん、
取れてきたよ。あんなに取れたよ、ほら。よいしょ、ポンちゃんもやろっか。ポンちゃん、ポンちゃんやるよ。もうちょっとじっとしててや。あら、あっち行っちゃうのかい。バイバイ。ポンちゃん。はい。なんか言いたいことある？はい。パンちゃん、なんか喋り始めてるよね。パンちゃん、寝る？パンちゃん、よいしょ、よし、じゃあ寝ましょうか。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい、ポン、よいしょ。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、じゃあ、なんて言ってんの？ポンちゃん、はい、はい、
行けば。はい。はい、トイレ。このように。ポンちゃん、ジャックのベッド行きなさい。いいな。